こんにちは、アマゾンエストサポータータ堀秀夫です。今日は、転売アカデミーサポート利用のコツ、私のサポートの利用のコツについてお話します。まあ、今までね、比較的優しいというか、当たり障りのない言い方してたんで、まわ、あ、かりにくい、まあ、利用のコツというかね、えー、そういうお伝えだったと思うんですけど、まあ、今日は思いっきり極端に、ね、言葉を選ばず、本音で、まあ どういうふうにサポートを利用してほしいか、成果を出すためにどうすればいいか、まあ、それについてお話したいと思います。まず、スムーズに成果を出している会員さんの特徴。これはまめに報告してくれて、素直で動きが速いと、ねで。逆に言うと、まあ、滅多に報告しない、頑固で動きが鈍い会員さんは成果が,成果が出ないということです。で私はまあ10年間サポートしています。 的外れなアドバイスはしません今のあなたができることでやれば成果が出る方法をアドバイスします。まあ、素直に実行すれば成果は出ます。しかし何の報告もしてくれないと何ができて何ができないのかさっぱりわかりません。そうすると役立つアドバイスもできません。アドバイスを素直に実行すれば成果は出ます。私は多くの人をサポートして 良い結果を出しています。私のアドバイスを実践して、アドバイスを受ける前よりひどくなった人は一人もいません。安心して実践してください。また、付け焼き刃の知識で実践するアドバイス、実践しないアドバイスを選択しない方がいいです。実践しないアドバイスがあるから成果が出ないという例があります。アドバイスを実践するまでに時間がかかると結果が出るのも遅くなります。一日でできることを 1>, 1週間考えてから実践していたら、成果が出るまでに8倍の時間かかります。3ヶ月で成果が出るところが2年かかることになります。まあ、ということでね、まあもうちょっとこれを噛み砕いて言うと、まずまみに報告してもらえばね、何ができて何がうまくいってないのか、ね、何がうまくいってるのか、それがわかります。だからそれに応じてね、アドバイスができると。 で、言ったアドバイスをすぐに実践してもらえば、ね、アドバイスがピタリと合っていたのか、あるいはもうちょっとね、違う方法があるのか、まあそれもすぐ修正できます。で、言ってやってもらえばね、結果もすぐ出ますんで、まあ結果で出れば、まあ本人の ねえー、やる気もまたモチベーションも落ちにくい。ね、やっててあ、言われた通りやったら、うん、うまくいった、儲かったというので、また素直に報告して、えー、言ったことをやっていただくという良い回転になって成果出ます。まあ、ところが、めったに報告しない、ね、会員さん、まあ。何の報告もしないとね、うまくいったのか、えー、うまくいってないのか、まあ、当然のことながらわからないです、ね。で、分かんなくて何も,何も言わなくてね、 で、いつの間にかね、えー、フラットいなくなると。まあ、それはそれでしょうがないですけど、あげこの果てにね、なんでちゃんとサポートしてくれなかったんだとかね、えー、まあ、意見をしてくれる方いますけど、いやいや、あの、何やってんだかわからなかったら正直サポートしようがないんでね、あの、報告してください。で、これ、あの、マニュアルサポート、ね、それから、えっ、ー、と、 マニュアルプラン、マニュアルプランとチャットワークサポートは、まあ、細かい商品選びとかスカイプはないんですけど、まあ、少なくとも、みんながやって、えー、効果の出ない方法、まあ、それはもうやめた方がいいと。ね、でみんなが扱って危険な、えー、商品、それは扱わない方がいい。みんなが質問してひどい目にあった質問、まあ、そういう質問はしない方がいいと。アマゾンに対してですね。まあそういう観点でも、あのやった方がいいことを、えー アドバイスやりましょうというプランに入れてます。サポート無料マンガの中に。でやら、やらない方がいいことは、もうプランにそもそも入れてないと。まあ、なのにね、まあ、今回のプラン、お金払ってもらってマニュアル配ってね、大丈夫だと思うんですけど、まあ、たまに無料動画見てね、質問してくる人とかでね、まあ、輸入の質問とかしてくる人がいるんですけど、輸入のね、それも初歩的な質問。 初,歩初心者、初歩的なこともわかんない初心者は輸入じゃ儲かんないというのはね、私の動画の多分5本中3本はそういうことを言ってるはずなんですけど、なぜ輸入の質問してきますかという感じでね、まあそもそも質問されてもね、まあサポートしてない方の質問は基本的にまあ答えない、サポート受けてる人の役に立つようなね、公開情報なら答えるけど、それ以外は答えないでスルーなんですけど、まあ うん、動画を見てなぜ私に輸入の質問をしてくるかと。ね、でしかも、まあ、この程度のことが自分で解決できないんじゃ輸入じゃ100%儲かんねえだろうという形でね、あの不思議な質問をしてくる人とかもいます。えー、何しろ、もう輸入じゃ儲かんないです。日本国内で売っても儲かんないです。輸出するのが一番簡単に儲けやすいということで輸出進めてるんでね、あの輸出でどう稼ぐか。 で、その輸出の中でもね、まあ、アメリカだと初心者、まあもう歯が立ちません。うまく儲かんない。ね、本腰入れてちゃんと本業でやる、えー、気持ちじゃないとアメリカには取り組めない。で、オーストラリアに絞ってやるという形でアドバイスしてるんでね、まあ、それに乗っ取った形の、えー、メルマンが配信してますし、まあ、動画も作ってますんで、まあ、あの、まあ、なるほど、そうならんだと。ね、3ヶ月から半年。 ね、本当かどうか言われた通りやってみて何しろお金払ってね、えー、アドバイス実践しようということでお金払ってもらってるんでまあ本当かどうかもうね3ヶ月から半年、えー、実践してもらうのが一番です、まあ、ここでね、まあ、なんかすっごいもうねあのオーストラリアアマゾンなんて問題じゃないというぐらいすごいあの儲かる何か、えー、ノウハウがあればね あのそっちを進めますけど、まあ、逆に私も教えるのを乗り換えますけど、まあ、はっきり言ってないです、ねあの、投資なんかじゃ儲かるわけありませんし、まあ、物販だってね、日本国内で30年前の物価と変わらない国でどうやって儲けるのという世界ですから、まあ、普通にね、えー、初心者の方が儲かるわけない、ベテランがね、えー、みんな苦戦して退場してる市場に、初心者が今から乗り込んでって、何するんですかという感じです。 それから、動きが鈍い。ね。あの、これ、まあ、なんで言ったことをやるかやらないかを考えるのかがちょっと不思議なんですけど、まあまあ不思議でもいいですけど、ただね、あの、なんでこれやるんですかとか、まあ、あの個別サポートはね、あの疑問に思ったことで、まあ、毒にならないんだったら、その解説もしますけど、まあ、ただ、毒にならないといってもね、解説してる時間分は余計にかかりますし、解説したところで全くね、 はじめに一通り経験してないところで解説してもきっとわかんねえだろうなと思いながら解説してますから、まあ、わかんなくてもね、まあ、とりあえず言ったことやってみて、で、まあ、あの、言った通りちゃんとやったのに結果出ねえじゃねえかと言った時に文句を言ってください。で、言った通りちゃんとやったのに結果出ねえじゃねえかってクレーム今んところないです。あの、聞いてみるとね、言ったことやってないんですよ。結局、言ったことの中で、 自分がこれはやりやすいからやろうということはやって、えーまあ、自分が面倒くさいこととかね、えー、これやってどうなるのかなと疑問に思ったことはやらないと結局素直じゃない方ってここでね言ったことを全部やるんじゃなくて言ったことの中でやることとやらないことを自分の中で決めちゃうんでそうするとねなんでその言った通りじゃなくてそこ,そこをちょっと変えたんですかという部分なんですけどそこで大抵あの結果がダメになってます。 そんなわけでね、あの、サポートを受ける、もう、コツというか、ね、もう言ったことをすぐそのまま実践してくださいと。あの、工夫とかいらないです。今までずっとやってきた方法とかね、まあ、はっきり言わせてもらうと、今までずっとやってきた方法がパッとしないから、私のサポートが必要になってサポートを受けてるわけですから、今までのね、あのやってきた方法とか、自分の考えとかね、どっかにあの3ヶ月から半年間置いといてもらった方がいいです。 でそれを置いといてね自分のやり方の方がうまくいったという場合はねあのクレームつけてもらえば、えー、結構ですしまあ逆にねあのもっとそれでね私が今まで、えー、2,000人近く教えてきて10年間教えてくるよりもすごいやり方があるんだったらそれは一つの立派なやり方なんでねまあ、それはもう、はい、あの。 なかなか他の人にはできないノウハウをお持ちですから物を売るよりね人に教えた方がはるかに儲かりますねって話ですけどまあそんな人見たことないですよね今現に教えてる人も含めてその一番おいしいねまあ購入客である浪費か買い物依存症っぽい人にね対しての商品選びどうするか、まあ、それはね あのサポートしてきて、自分自身もその買い物大好き、まあ、ほぼ依存症、まあ、ほぼ病気だねという、私だからこそできるサポートということでやってるからこそ、えー、結果出やすいとであの、私の場合は、人は努力しない、ね、人は成長しないっていことを前提にサポートしてますんであの、ね、努力が足んないから結果が出ないとかいうことはないです、そもそもすごい努力をしなきゃできないようなことは、初めから言わないです。 ななななぜならすすごいいい努力んんてするやつ滅多にいないんでねで。それから今現にできないことがねできるようになるってこともない、ね、あの私に聞かないとやり方わかんない方はもう3ヶ月から半年経った後でも聞かないとわかんないでしょうけど、まあ、それでも別に月額サポート個別サポートでもわずか3万円でサポートしてるわけですから、まあ、言うことを聞いた通りあればね、まあ、月30万以上儲かる、まあ、それで月3万円のサポート費を払い続ける。 まあそれでいいんじゃないかなと。まあ、そ,のそれ以上の何を求めて、えー、やるのかな。まあ、自分の力をつけてっていうののためにね、えー、3ヶ月半年で完成することを創意工夫してね、3年10年かけてどうすんのとで。3年10年かけて儲、えー、け方を学ぼうとすると、まあ、途中で嫌になるか、アマゾン自体の、ねえー、仕組み、あるいは環境もガラッと変わっちゃいます。ね、アメリカアマゾンだってそうです。素直に実践した人は、 えー、3ヶ月で、ガンガン儲かるようになりましたけど、まあ、乗ったら乗ったらやってた人は半年以上かかったと。で、遅めにスタートして乗ったら乗ったらやってる人は、稼ぐ前にやんなってやめてます、ねまあ。そういう形になっちゃいますんで、まあ、何しろ、まあ、せっかくね、えー、縁あってサポートを受けていただいたわけですから、まあ、サポート期間中、ね、あの個別サポートだったら半年間、ね、マニュアルサポートだったら今んとこ、まあ1ヶ月で、 えとチャットワークサポートも1ヶ月か、まあ、その間はもうあのただ流れてきたこと、言われたことをそのまま素直に実践してもらうと、で素直に実践したのに結果が出ないというときは、ね、あの言ってもらえれば、単純に解釈が違うのか、まあ、私のアドバイスが間違っていたのかということでね、か、まあ、み砕いてみるというか、修正したいと思いますので、まあ、そんな形でサポートを受けていただければと思います。まあ、本当 あの報告してください、それから言ったことはそのまま、ね、あのなんかよそから引っ張ってきたね、あの出来の笑い無料ノウハウとかね、まあ、大して儲けてもいない人たちの話を鵜呑みにして、話を混ぜられちゃうと、成果出るとこ出なくなっちゃいますんで、あの他の情報はシャットアウトして、1ヶ月から半年間、まあ、そのまま素直に実践していただければ結果が出ますんでね、まあ、そんな形でサポートを使っていただければと思います。また ご意見ご報告とあればお待ちしています以上 Amazon 室サポーター堀秀夫でした